沖縄の東側に位置する北大東寺、マニ自衛隊基地を誘致する活動が行われていました。防衛省も、即座に反応レーダー基地を配備するとの方針に決まりました。北大東寺、魔の人々はいち早く、中国の海洋進出に懸念を持っていたのです。それが、今回の自衛隊基地誘致へとつながっています。本島の政治家やプロ市民は何を考えているのやら。今回は、この北大東寺、魔に空自レーダー基地配備について詳しく見ていきますね。沖縄県西東端に位置する大東諸島において、北大東村村議会、宮城村長、議員定数5が、2021年12月9日同等に、自衛隊施設の誘致を求める意見書を可決しました。意見書の中身は、北大東村は、近年、強引な海洋進出を進める中国艦隊の動きを懸念し、中国艦隊が、中国の防衛線とする第一列島線の沖縄本島を越えて、太平洋で盛んに活動しながら、北大東島周辺海域に出没していること、それによって、島民が不安と恐怖を感じていると記されています。中国海軍艦艇を監視するの、北大東島は、安全保障の地理的観点からも適した位置にあると、進言しており、同島へ自衛隊部隊が配備されることによって、台風などの自然災害時の救助対応、急患の緊急搬送などの体制が強化されることを加味しています。そして、政府が作成する次期中期、防衛力整備計画に北大東島へ自衛隊部隊の駐屯を強く要望しているのです。自衛隊誘致要望の意見書を排除した防衛省は、航空自衛隊の移動式レーダーの配備先として、本当に適切かどうかを判断するため、現地調査を行う方針を立て、その旨を、沖縄防衛局担当者が、直接、北大東村役場を訪れて伝えていました。沖縄防衛局によって、4月から北大東寺、魔の自然環境、移動式警戒管制レーダーを配備した、際の動植物などへの影響や、必要なインフラ整備の現状などについて、現在調査中であるが、同島の村長が、調査後に配備が決定したら、住民に丁寧な説明しますと、述べていたことには、少々疑問を感じますよね。配備が検討されている、移動式警戒管制レーダーは、シリンドリカルアクティブフェーズドアレイアンテナによって、目標の捕捉力、追尾能力、ECCM、エレクトロニック、カウンター、カウンターメジャー、対電子対策能力などが、従来のレーダーより向上し、組織戦闘能力と機動性にも長けたシステムとなっています。このレーダーは、航空警戒管制における、移動式レーダーとして、固定レーダーサイトが万が一攻撃された、場合の代替としても使用でき、固定レーダーの電波が届かない範囲を補うことが可能です。また、悪天候の影響も受けにくい構造なので、台風が直撃するよう、那北大東寺、魔に設置しても問題なく、固定レーダーのない同島において、中国軍の活動を把握するためには、非常に有効的であると推測されています。北大東寺、魔を含む大東諸島は、沖縄本島から東に、約 340km の太平洋上に浮かぶ島々のことを指し、面積 11.94km に、人口566人の北大東寺、魔、30.57km に、人口1226人の南大東島、そして、無人島の、沖大東島、西南西尾島、南西尾島の5つの島を総じて呼んでいます。昔は、全島が人々の暮らす、島ではありませんでした。しかし、明治になって、八丈島からの開拓団が入植したことで、
有人島になったおかげで、行政区分上の北大東村も南大東村も沖縄県島尻郡に属しています。しかし、琉球王国との密接な関係はないと指摘されていることから、元来の沖縄県民が大東諸島へ関心を持てない理由にあるのです。しかし、当時の琉球王国は、薩摩藩、江戸幕府と、安芸、中国との間で、絶妙なバランスを取りながら、自立する道を試行錯誤している最中であったため、どちらの機嫌を損ねても、侵略される可能性があるという、苦しい立場だったのは事実です。こうなってしまっては、打つ手がないですよね。唯一の有人島である北大東島と南大東島の全域は、国の大東諸島鳥獣保護区、希少鳥獣生息地に指定されおり、この2島は、大東オオコウモリや大東ノスリなどの固有種、固有亜種の生息地であり、コアホウドリやセイタカシギなどの繁殖地にもなっている、自然豊かな土地です。沖大東島は未だ無人島ですが、かつては、良質のリンが取れていたので、島全体が採掘され、太平洋戦争後には、米軍の爆撃訓練場にされてしまったせいで、沿岸部以外の多くの生物は絶滅してしまったと言われています。戦争という人間が引き起こしてしまったもののせいで、生物たちが住む場所を追われるなんて、今も昔も同じです。私たち人間が生きる以前から、存在していた生物がほとんどです。つまり、どれだけ人間が愚かなのかがわかりますよね。最近は絶滅危惧種に認定される生物も多くなってきました。こうなってくると、人間しか住めない環境になってしまいそうです。さて、話を戻しましょう。これらの島々の医療体制に関して言っておくと、南大東島と北大東島に、県立病院附属診療所と村立歯科診療所があり、治療ができないような非常事態の場合には、那覇空港と両島を結ぶ、琉球エアーコミューターに確保されている、村長席を使って、急患が輸送されるようになっており、一応の緊急体制は、整えられているといったところでしょう。この二つの島にある琉球エアーコミューターの発着便に関して、南大東島空港は原則1日1便、北大東島空港の直行便は確実となっており、南大東島の空港便が北大東島を経由するパターンもありますが、急患が発生した時のタイミングが便と合わない場合は搬送不可能となっています。そこで、船であれば大量輸送が可能で、医師や看護師が同乗していれば、移動中に治療が可能ではないかと考えるかもしれません。しかし、那覇からは週1回しか出航しておらず、飛行機より時間もかかるため救える、命も救えないという結果になることもあり、また海が荒れてしまえば欠航となることからも期待ができないのです。人が少ない地域は、特に、緊急時には、不便な状態を強いられます。1分1秒を争う緊急事態は、たびたび起こるでしょう。そうなった時に、スピーディーに対応できない環境にいるからこそ、交通は、とても重要なものになってきます。もしも、フライトがない、曜日や夜間などの時間帯に、万が一緊急輸送となった場合は、沖縄県知事から、那覇空港に駐屯している陸自第15旅団第15飛行隊に災害派遣要請を行ってもらい、偵察機かヘリコプターを派遣してもらわなければなりません。それでも、那覇からの往復に2時間以上かかってしまい、当然、悪天候の場合には、二次災害の恐れがあるため、即派遣とはいかず、島民は、急患の発生を常に危惧しながら生活しています。
このような理由からも、北大東島にとって自衛隊施設を誘致することは、島の人口が増え経済が潤うという利益概念だけでなく、万一の際の急患搬送が1時間程度で行えることの方が、優先順位としては高いと言えます。メリットだけが目立つ自衛隊施設誘致ですが、物事には光と影が必ず存在し、何事も良いことだけではないデメリットを取り上げているのが、沖縄本島メディアの2つの新聞社、沖縄タイムスと琉新報です。自衛隊施設誘致の動きに、長期西が誘致活動を批判する社説を掲載しており、北大東島の宮城村長曰く、島では、前々から自衛隊の誘致について話し合いをしてきたと言っているが、島の住民への説明を怠っていると断定しました。そして、基地があると攻撃されるという説を展開して、北大東島村民の不安を煽り、誘致の動きを潰そうとしていたのです。よく考えてみればわかることですが、この度のロシアによるウクライナ侵攻を鑑みると、基地があるから攻撃されるというのも、あながち誇張ではないというのは理解できます。戦争になったら、敵の軍事拠点を潰すというのは、攻撃の初手であることは常套手段ですが、ロシアのように軍事関係施設だけでなく、病院や市民の住居まで関係なく攻撃するのは、言語道断な悪行もあり得る話です。そうなると、自衛隊という外国にとっては、軍隊と等しく思われる施設を見逃すことはないでしょう。戦争は、本来軍人同士の戦いのはずです。そこで、民間人、特に、女性や高齢者、子供を狙うのは、非人道的な行為であること極まりないですよね。ロシア・ウクライナ戦争でも、ロシア軍によるウクライナ民間人への拷問や虐待は、私たちにかなりショッキングな内容でした。だからこそ、世界中で非難され、その行為をしたロシア軍、ひいてはロシア全体が国際社会での立場を危うくしているのです。国同士の争いではありますが、だからといって、国民を巻き込んでしまっては踏んだり、蹴ったりです。戦争をしないのが、一番いいことなのですが、それでも争いをやめないのが、人間の悪いところでしょうか。ウクライナを例にとれば、首都キーウを狙われたのと同様、日本を侵略と考えるなら、東京都に住んでいる人間が、一番危険なのではと、単純に考えられ、その中でも、小さな島を狙うよりも、米軍基地を置いている沖縄本島の方が危ないと考えるのが普通であるため、前と下西の意見は少しずれているという印象です。こういった状況の中、長年過ごしてきた大東島村民たちは、信用できないと思われる沖縄県を見限って、直接自衛隊誘致に島の未来を託したのだと考えられ、それは当然だという意見が多く見られています。反対に、沖縄タイムスと琉球新報の社説を批判する声が上がっていることは、言うまでもないでしょう。新聞を含むメディアは、戦時中は、特にプロパガンダとして使われることが多くあります。嘘か本当かわからない情報を流し、国民の士気を上げたり陥れたりすることもたやすいです。だからこそ、しっかりとプライドを持って、片方だけの肩を持たない、中立的な情報を掲載してほしいですね。